乗着。太陽系の第三惑星で地球、水と空気に守られた生命の星である。我々地球人は今や巨大な大なスペースコロニー。だが大宇宙には東京地底の海洋祭、銀河連邦警察の宇宙刑事ギャバンは匿名を受け、地球を目指しバード星を飛び立った。すでに始まっている魔空による秘密基地建設を阻止するのだ。急いでくれ。はい。それから我々を裏切った元宇宙刑事のハンターキラーと名乗る男に、地球に到着したギャバン、魔空空間に引きずり込め。地軸転換装置を作動せよ。ドン・ホラーは地軸を操るブラックホールに似た魔空空間を作り出すことができるのだ。
行くぞ。行くぞ。宇宙刑事ギャバンがコンバットスーツを乗着するタイムはわずか 0.05 秒に過ぎない。では乗着プロセスをもう一度見てみよう。了解、コンバットスーツ点灯します。マクーはダブルマンとモンスターをがダブルモンスター出現の事態に対し、コム長官は自ら愛と悲しみの別れ、とどめの一撃。さあかかってこいギャバン、遠慮はいらんぞ。行くぞ。そこだ。
その頃、UFO 探索のため牧場を訪れていた大山小次郎は、グヒー！出た！強烈なパワーを持つダブルモンスター、スター。
到着。宇宙刑事ギャバン。宇宙刑事ギャバンがコンバットスーツを乗着するタイムはわずか 0.05 秒に過ぎない。では乗着プロセスをもう一度見てみよう。スーツ戦闘します。男なんだろう、グズグズするなよ。チューッ、火をつけろ。俺はこっちだぜ。足が先、ギャバンめ。魔空空間にひねり込め。地軸転換装置を作動せよ。ローホラーは地軸を操るブラックホールに似た魔空空間を作り出すことができるのだ。
生体合体装置は我にあり。宇宙と最強のダブルモンスターを作り出してやる。ギャバン、今にとどめを刺してやるぞ。命をかけた一つの戦いが終わった。